森も泊まり、さすがにこれはやばい。ツアー愛知公演の差し入れでひつまぶしが出て、それをおにぎりにして持ち帰ることが可能だったそうです。そして2日経った木曜日、マリーはそのひつまぶしのおにぎりをレッスンスタジオに持ってきてて、2日前のおにぎりを一口食べすっぱ、と言い、その後食べないように捨てたそうです。本人は、最初酢飯だと思ったそうですが、春がマリーの近くに来てこの辺り変な匂いがする。おかしいと言い、異臭をたどったらマリーの持ってるおにぎりだったそうです。そしてマリーが喋るたびに異臭がしていたそうです笑い。口から異臭がするアイドルは新しいですね笑い。これにお日様たちは、酸っぱいひつまぶしは絶対あかんやつ W。おにぎり酸っぱいって、相当やばい状態だな W。2日前のひつまぶしおにぎり食べるマリーすごすぎ WW。喋るたびに口から異臭 WW。自分でも食べる前に匂いで気づけ。笑い。食い意地張った天才だ。東京ドームは全員で立ってほしいんだよ。変なこと。で休まないでくれ頼むぞ W。酸っぱいのはもう完全にダメ笑い。